ボリオンだかよ。いってーなー。なんだよ、ごめんなさいも言えないのか。死ねよ。あなた死ぬのか。何言ってんの、意味わかんねえ。何見てんの？なんだっけ、岡村さんじゃない、トリオンなの。ああ、そうそうそう、なんか不気味だよね。つうか、視界に入ってこない感じ。あいつの目見たことねえし。確かに言えてる。やばちー、おー、来たー、おーせー、ちょThank you.
まだいたのか。行け行ける、頑張れ頑張れ頑張れ。死にたくないな。死にたくない。私がキラ君に心を動かされてる理由は何なのか最近分かったんです。それは恋でした。迷惑ですよね。でもどうしようもないぐらいの孤独は私分かるから、だから私じゃダメですか？え？私、いじめられて人と目合わせるのが怖くて、だけど私、365日キラ君と一緒にいます。お前なんか知ってんの？おい、
りました。あら、いいじゃない前髪。でもどうしたの急に。おかえりニノン。ただいま。パパ見て見て、ニノンちゃんイメチェンしたのよ。かわいいわよね。どうしたんだ兄のは。まさか誰かにいじめられたんじゃ。違うわね、青春の匂いがしたもの。え、ズレっていうか、ズズシにも程がありますよね。キラ君の前で前髪を切るとか、何の嫌がらせだよって話です。すげえじゃんお前。これ返してください。あのち、今から鳥女って呼んであげるよ。いいね鳥女。で、コンビニ見つけます。ホントだ、ちょっと置いてくる。鳥は可愛いです。は？なんだよ鳥女。どうしちゃったの？私は気持ち悪いかもしれないけど、鳥は気持ち悪くないです。何それ？聞くんですけど。あいつの目見たことある？ない。キモいよね。おい、別にキモくねえよ。何も言い返せねえのかと思ったけど、すげえじゃん女。ぐらい嬉しい気持ちになったのは、いつか顔を見上げてキラ君をちゃんと見たいと思ってました。あんな顔を見たらその思いが溢れてしまったっていうか、私にも何かできるような気持ちになってしまったっていうか、でも暴走しすぎました。どうしましょう先生。すげえじゃん甘え。それはもういいですから。お、行ってきます。行ってらっせえよ。あの
前が言ったんじゃ。え？365日一緒にいるって。あれは嘘だったのか。いや、私の気持ちの嘘は、ただ私はそんなこと言える立場ではなかったと反省して。責任取ってもらう。え？いや、でも私と一緒に。急がねえと遅刻すんぞ。はい。10月6日大変です。キラ君が私の隣にいます。至近距離にいるキラ君は遠くから見てるよりずっと背が高くてキラキラしています。おお、キラ、おい、おう、おはようございます。あ、え、あれって岡村さん？え、あれ岡村？けどさ、なんか可愛くなかった？先生。こいつが？先生です。名前かよ。みゃ。ほっぺたかわいい。みゃ。はい。このほっぺのアイリスとトサカのリリスタ。先生はインコの中のインコ。私の師匠で友達なんです。お前もしかして動物好き？はい。まずは猿山だな。その、いいんでしょうか？久々に入ってみたかったんだよ。私は週一で来ています。マジで？どこに何があるか、トイレの場所もご案内できますから安心してください。じゃあよろしく。任せてください。あちらです。ここがこの動物園のちょうど真ん中にある猿山です。おい、この猿山は日本の動物園の中でも最も古い展示施設なんです。この猿ちゃんたちは青森の下北半島からやってきました。人以外の霊長類では最も北に生息しているため。お、ペンギンだ。こちらはケープペンギンです。アフリカ大陸に生息する唯一のペンギンたちです。顎の下に入っている黒いラインとお腹のゴマ状の斑点が特徴的なんです。うわ、何このでかい鳥。それはエピオルニスです。エピオルニス。はい、もう絶滅してしまった鳥なんですが、史上最も体重の重い鳥だったと言われています。この卵は鶏の卵の180個分もあるんです。お、ヤギの触れ合いコーナー。どうぞ食べさせてやってください。こうやってあげれば大丈夫です。おお、食った食った。おい、喧嘩しない喧嘩しない順番順番、ほら喧嘩しない、順番順番。結構かわいいな。ここがクジャクのコーナーです。オスが羽を広げてるのはメスを交尾に誘うためです。羽の目玉のような模様が多いほどメスにとっては魅力的なオスということになります。複数のオスから求愛された場合、メスは目玉の模様が一つでも多い方を選ぶんです。お前動物博士じゃん。
いえ、それほどでも。いや、すげえって。え？なんか俺、今かなり楽しいかも。いました、いました。あのくちばしの大きい子はアマゾン生まれのオニオオハシです。オニオオハシ。黄色や赤やオレンジで色づられた美しいくちばしを持っているところからアマゾンの宝石って言われてるんです。へえ。私実はこのオニオオハシがオカメインコの次に好きな鳥なんです。本当に美しいですよね。おい、オニオオハシ、かわいいな。はい、いらっしゃいませ。コインを入れてポーズを選んでね。何やってんだ。ごめんなさい。よし、オッケー。すぐに撮影始まるよ。カメラを見てね。カメラ。あ、キラキラの笑顔だよ。こっちだよ。キラさんってあそこの方の。うん、心臓の病気ですって。ユイジ君、ニノンちゃんと同い年なのに。あと1年か。うん、やりきれないな。マジックタイム。え？魔法がかかったみたいに世界が輝いて見えるだろう。本当だ。キャラじゃないよな。全然。空とか動物とか、前は興味ゼロだったもんが、なんかしみるっていうか。また一緒に行きましょう、動物園。なあ、キラ君の大切な一日、1分1秒を共有できるのが嬉しくて嬉しくて。でもキラ君と過ごせる時間はあと1年。結構楽しかったな。はい、今年一番でした。あ、なんかついてますか。いや全然。っていうかお前なんか見てねえし。すいません。ユイジ。おうね、久しぶり。そうでもないだろ。そうでもあるよ、ユイジ全然 LINE 返してくれないし。そうだっけ。だって誕生日どうすんのって聞いたってスルーだったじゃない。あ、頼りがないのが元気な誕生日か。昭和の頑固親父か。うるせえ。どうも。あ、はじめまして。こいつ岡村ニノ。彼女？違うけど。ふーん、そうなの。
矢作玲です。岡村です。ユイジとは小学校の頃から同じ部屋で寝た関係。めんどくさい言い方してんじゃねえよ。だって本当じゃん。こいつ病気仲間。話したんだ病気のこと。まあ話したっていうか。へえ意外。っていうかレイ時間平気なの？あやっば。話はまた今度詳しく聞くから。別にいいし。じゃあ岡村さんまたね。あはい。バイバイユイジ。小学校の時から同じ病院に入院してたんで。そうなんですか。あいつあんな爆走できるくらい元気になったんだけどな。さあ、はい。つまり聞いちゃうけど、お前らって付き合ってんの？え？いや、キラーには聞きづらいっつ。違います。付き合うだなんてとんでもないです。しなきゃですよね。一年に一度しかない誕生日なんですから。だから絶対勝つ。じゃあ、ハンデちょうだい。ハンデとかないし。あのこれ。で計画立ててんの？キラ君には内緒でお願いします。何隠してる？おい、おい。これ作ってた時です。お、かわいいじゃん。キラ、お前最近趣味変わったのか？うっせえ、話しかけんな。ニノンって変わった名前だよな。フランス語で織物っていう意味なんです。糸が折り重なるみたいに大切な人たちと出会ってつながってほしいって父が。キラ君それ。ん？いや何笑ってんだよ。いやそこまでひどくねえだろ。いやお前ちょ見てみろ、ほら。お前
笑うなよ。よし、クリームを、感じになったじゃん。はい、これ喜ぶぞ。ドキドキです。来たよ。いらっしゃい。いらっしゃい。綺麗じゃん。皆さんありがとうございます。まあ暇だったし、どんなもんかなって。え、これ全部岡村さん一人で？はい。すごい可愛いじゃん。こういうの逆に新鮮だな。もうそれだ。言えてる。いらっしゃいませ。あ、皆さんありがとうございます。クラッカーです。ありがとう。ヤギさん、ありがとうございます。岡村、どなたなのかな。ユイジの幼馴染的女子の矢作レイです。俺、矢部かも。ユイジは？もうすぐ来ると思います。みよ、はい、ケーキ出すタイミング、ごちょうだいよ。はい、はい、あの、レイちゃんって呼んで。岡村さん、ちょっと、はい、あなた、ユイジのこと殺す気？え？ユイジはね、食事制限があって糖分控えなきゃダメなんだけど。あ、すいません、私全然わかんなくて。ユイジの体のこと忘れないで。はい、教えてくださってありがとうございます。おい、キラ来るってよ。はい、待って待って待って、すいません。サンキュー。どうぞ、あちらの席へ。どうぞ。小学生かよ。はいはいはい、キラー。そうだな。よしよし。せーの、ハッピーバースデートゥユー。やめろよ。岡村は？俺？帰ったよ。カラオケ苦手なんだって。まあ疲れたんだろ。あいつ超頑張ってたからさ。あ、いや、さっきの誕生日会もあいつが全部仕込んだらしいぜ。
あ、そう、びっくりした、本当にびっくりしたよね。いいじゃない、いいじゃない。何が今かよくないよ。ゆいじくん、誰、誰、悪い、ちょっと、え、こんにちは。こんにちは。ちょっと見ない間にずいぶんイケメンになったわね。今日は本当にありがとね。え、ニノンのためにお誕生日会開いてくれるなんて。ニノンの誕生日をお友達とお祝いするなんて小学校以来だもの。嬉しくて、ゆうべね、すっごく楽しそうにケーキ作ってたのよ。あ、そうですか。これからもニノンのことよろしくお願いします。行くぞ、キラ。悪い、俺パス。は？おなんだよ。へえ、意外とお似合いかもね。何？行くよ、カラオケ。はい、キラ、キラ、いいよ。おい、みんな行くぞ、カラオケ。いいよ。なんだよ、あいつ。誕生日ってなんで言わねえんだよ。笑ってたよね。これは失敗だったけど、帰ってんじゃねえよ。中学の時に入れた。ガキの頃から体弱かったから、そう見られたくないって虚勢張って、どんどん道間違えてって、落ちるとこまで落ちたんだよ。あ、
ょっと検査結果が芳しくないんでね。そのことも考えて薬飲み直しを。キリ言えよ。え？先が長くねえならはっきりそう言えんだから。ユージ、おい、ユージ、はっきり言えよ。いや、ユージ、はっきり言えって。おい、ユージ、周りの人のことも知らない奴らのことも傷つけて好き勝手やり放題で、けど何も満たされなかった。誰かと一緒にいても一人な気がして。キラ君来てください。風邪ひいちゃいますから。だからあと1年って言われた俺の人生、楽しいことなんか何にもない。ただこのまま死んでいくだけなんだって、そう思ってた。けど お前が隣に来てからなんかわかんないけど気がつくと笑ってんだよ。いつも頭の中から消えなかった病気のことも忘れられた。一人じゃないって思えた。なあ、俺まだ諦めなくていいかな。ここが動いている限り岡村、お前が好きだ。一緒にいたい、一緒にいたいんだ。一緒に、一緒にいます。365日ずっと。ハッピーバースデー、ニノ。
聞いてくれ。こいつ俺の彼女になったから誰も触らないように。マジで？皆さんに三色丼と月見団子と豚汁を作ってもらいます。じゃあ5、6人のグループを作ってね。ニノ、ここ空いてんぞ。大丈夫？大丈夫です。いや、大丈夫そうじゃないけどさ。あ、俺そっち持つよ。あ、大丈夫です。大丈夫大丈夫。大丈夫です。なんかさ、明日の夕方からね、本のせいがあるんだけど。明日の夕方はちょっときつい。はい、ちょっと。さっきの男って誰？え、さっきって？職員室の前歩いてただろ、仲良さそうに。ああ、図書院で一緒の D 組の。全然仲良くなんか。ここざわっとしたんだけど。え、体調が。ちげえよ。え、キラ君？なんでそれ？カーテンの毛。え、プレゼント。大したもんじゃないけど。ありがとうございます。開けてみてもいいですか？うん。かわいい。あったかいです。ニノ。ん？あ、
ファンとして面白いテレビのことでも考えてたのか。いただきます。そんなんじゃないわよね。なんだ、何かパパの知らない楽しいことでも。さあね。なんだなんだなんだ、何？え、12月24日最近愛おしいという言葉の意味が分かるようになった気がします。おお、キラ、一緒に帰ろうぜ。ああ、悪い、ニノ待たせてっから。はあ、お前どんだけ岡村一筋だよ。なあ、やべえ。ん？いいもんだな、彼女って。なんだよ、今さら。今まで何人も作ってんだろ。いや、そうなんだけどさ。あー、もうマジ超つまんねえ。人のリア充話超つまんねえ。夢でもいいからこの時間が続いてほしい。ずっと。行ってきます。矢部くんが矢作さんのことをらしい。じゃあ協力しないといけませんね。協力って何すんだよ。矢部くんの長所をアピールするとか。おう、あ、こんにちは。二人付き合い始めたんだって。だからそう言ったじゃん。聞いてないんだけど。言ってねえし。ありえない。お前もいちいち男できたとか報告してこないだろ。私はいいの。自己中。レイちゃん何にする？ミルクティー。オッケー、マスター。ミルクティー。お前ら意外と合ってるかも。でしょ。ないから。はい、お待ち。はい、ありがとう。はい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 、はい、お待たせ、レイちゃん。イノちゃんはもうユージと寝たの？え、あ、いや、ちょ、レイちゃん、な、私はもう寝たよ。え、ほら。私、用事があったんです。帰ります。あれ、あいつは？のろけ話撲滅運動実施中。レちゃん、ニノ、行くな。遊んだ女がいたのは認める。けどレイとは何にもない。あいつは同志っていうか戦友だ。俺にとってレイは特別なのと同じようにあいつもそう思ってくれてると思う。今までずっと
病気の話あいつにしかできなかったし、っていうか今の俺にはお前しかいねえだろ。分かった。でも私だって焼き餅ぐらい焼きますから。かわいすぎだろ。あの、なんで後ろ？チューしていいすか？誰のせいだと思ってんだよ。だってイノちゃん見てるとうずうずしてきちゃって。私の友情を渡すんだもん。いいでしょ、これぐらいの意地悪。渡すってお前のもんじゃねえだろ。でもこれで満足。イノちゃん、友情のことよろしくね。俺ちょっとキラと兄弟になるのはあれだからさ。兄弟ってどういう意味よ。それはあの、これからないから。寒いな。誰か俺を温めて。俺を笑うな。キラ君、あ、キラ君、横にしないで。おい、キラどいて。ユージ、お前どうしたの、キラ。ユージ、おい、キラ、お前大丈夫か。矢部君、救急車呼んで早く。ユージ、救急車。キラ、ユージ、すぐ救急車。ゆっくりだよ、ユージ。ゆっくり。いやー、でもレイちゃんがそばにいてくれて助かったよ。お願いします。状況は現着時 JCS1、 血圧120-70、ハートレート120。じゃあ酸素投与と点滴用意、あとバイタルもすぐチェックして。はい。とレントゲン取りたいから放射線が呼んで。わかりました。キラー君、聞こえる？うん、どうした？運動しちゃった。大丈夫。このぐらいの発作だったら命に関わることじゃないよ。なんだよこれ。あいつどっか悪いのか。俺何も知らねえよ。岡村、おい、なんだよ。イノちゃん、逃げるなら今だよ。さっきは会いたけど、あなたたちは普通のカップルじゃない。ユイジは体に爆弾を抱えてる。こういうの何回も何十回も経験してきてるから、私たちにとってはこれが日常。でもイノちゃんにとってはそうじゃないけど、それが普通。ここから先はこういうのが日常だって思えないと無理。これが現実だから。
矢部が泣くな。ごめん。キラ君はいつも笑ってて元気そうだったから忘れてました、現実を知りたくなくて。どこかで見て見ぬふりしてた気がします。キラ君は泣き虫なんです。私はキラ君がとっても好きです。逃げたくなるようなことがあるかもしれません。でも逃げません。もう落ち着いてます。念のために3日入院してもらうことになると思います。はい、はい、手術ですか？うん、でもユイジは受けないって決めてる。手術を受けても無事に退院できるとは限らない。うまくいかなかったら全部終わるんだよ。私も手術の時怖くて怖くてたまらなかった。ユイジの場合私よりずっと大きな手術になるし、その分リスクも大きい。もし同じ立場だったら私も受けられないと思う。どうか苦しいとこないか？ああ平気。うん、大丈夫か？悪かったな。親に気を使うな。気は使うだろ。さっきまでベイちゃんたちいてくれたんだぞ。ニノちゃん、岡村さんのところの娘さんだよな。うん、付き合ってんだって？ああ。おやじ、俺さ、やっと生きる意味が見つかったんだ。
1月5日私はキラ君と生きていこうと思う。先生、ピュー、これはどういう意味でしょうか。すげーじゃん、お前。綺麗ですね。ああ、ですね。なんだよ。あの時返信していなかったのですが、バレンタインのリクエスト。入院とか試験とかでもう1ヶ月近く遅れちゃってるんですけど。あれは冗談。奇遇にもうちパパもママもいないんです。二人で温泉旅行へ行っていて。スプーンが。いいよ。でも。いいから。頑張ったらね、うっかり日にち間違えちゃってて、来月だったのよね、パパ。お茶入れます。ママ、ニノ、席を外してくれるか。ユージ君と話がある。行きましょう、ニノ。ニノさんとは真剣なお付き合いを。認めるわけにはいかないよ。すまない。俺には時間が限られてるからですか。私やっぱり。やめなさい。でももういで。
ママもニノンちゃんの初めての恋を応援したい。でもね、パパの気持ちもわかるのよ。ニノンは中学の頃から友達ができなくていつも一人だったのに、何もしてやれないのが情けなかった。だから君には感謝してる。ニノンに友達ができたのはユージ君のおかげだ。だからこそ、もし君がいなくなったら、あの子はどうなるのか。君への思いが強くなればなるほど立ち直れなくなってしまう。やめなさい、言っても無駄だ。ユージ君は納得してくれたんだから。パパ、キラ君に何言ったんですか？ニノンも自分の未来のことを考えなさい。キラ君を傷つけるようなこと言ったんでしょ！私許さない。ニノンちゃん、パパは私はキラ君と一緒に生きていく！そう決めたんだから我慢しないで！パパ、ニノンちゃん、放っておきなさい。でも彼は全部分かってるよ。でできるということを覚えておいてください。わかりますか？はい。深村さん。ダメだ。全然繋がんない。私のせいです。私が家に連れて行かなければ。そんなこと言ったってしょうがねえだろ。キラ探さないと。心当たりねえのか？公園とか動物園にもいなかったので。そっか。ああ、もうどっかねえのかよ俺。あ、キラちゃんだ。あ、もしもし。私のメッセージも既読にならない。マジかよ。たく、ユイジのやつやべえよな。あいつもしかしたら死のうとしてるんじゃ。
それはない。なんで言い切れるんだよ。わかるよ。あんなに苦しい治療しても必死に生きようとしてきた同志なんだから。そっか。あそこかも。昔からなんかあるとおふくろさんの墓参りに行ってたらしい。いますよね、キラ君。あの俺に行かしてくんないか。え、ここは俺に任せてよ。いや、もしかしたらこの辺にいてさらって帰ってくるかもしんないし。でも俺話したいことあるんだよ、キラと。絶対連れて帰ってくっからな。よろしくお願いします。返してください。返してください。あ、うまいんだな。え、すげえじゃんお前。すぎけど、なんか刺さったよ。笑ってたな。変われば変わるもんだな。ニノが変えてくれたんだよ俺を。俺さ、ホワイトデーの時ニノにあげたいものがある。何？未来の約束。未来の約束だ。あ、あ、もしもし姉ちゃん、あのさ、頼みたいことあるんだけど。キラ、やべえ。岡村、
目真っ赤だったぞ。超大事にしたいんだろ。なのに何泣かせてんだよ。これ以上一緒にいたらもっと泣かせることになる。ニノの親父さんの言う通りだ。未来のないやつに恋愛とか無理なんだよ。ニノには未来がある。来年も再来年も10年後もそこに俺はいない。だからもうニノのことは変じゃねえ。ふざけてねえよ。これが現実なんだよ。何が現実だよ。何が未来だよ。当たり前にそれがあるやつに分かんねえんだよ。すげえだろ。俺だって岡村も玲ちゃんだって明日どうなるかなんて分かんねえだろうが。そりゃ確率は高いかもしんねえけど明日も生きてるって言い切れるやつなんて一人もいねえよ。お前が10年後も生きてる可能性だってゼロじゃねえだろ。俺嬉しかったんだよ。お前が岡村と付き合うようになってから今まで絶対に言ってくんなかった本音みたいなのたまに言ってくれるようになって俺今のお前が一番好きだ。だから大丈夫だ。キラはキラだから。説得力ゼロだぞ。せえな。やべ、なんだよ。ありがとな、いてくれて。キラ、約束すんだろ。よし、どこ行くんだよ。来いよキラ。
さん。これは？お星様だな。ねえ、どこに？あっちの方、おそらく見えるパパ、おかえり。どうしたの？お出かけ？うん、うん、たまにはパパとデートでもしてあげようかなって。そっか。うん、昔はさ、よくこうやって二人で歩いたよね。うん、私パパと一緒になってよかった。もちろんいいことばっかりじゃなかったけど、パパとの時間は全部私の宝物だから。大切な人とつながって幸せな人生を追い上げていってほしい。それだけなんだ、僕の願いは。それだけなんだ。いいから急げ、準備があんだよ。やべえ、早く、待て、早く。はい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 。ちょ、なんだよこれ。お待たせ。キラ君、あの昨日は。結婚式セッティングしろとか急すぎ。いやだってキラが言ってたの思い出しちゃったからさ、叶えてやりたかったんだよ。いきなり結婚式とかずいぶんすっ飛ばしたよね。え、いやだって未来の約束っつったらプロポーズだろ。ユイジ多分そこまで考えてなかったと思うけど。マジで。でもナイス勘違いだよ、矢部のくせに。ニノ。はい。ずっと一緒にいたい。俺ニノと結婚したい。お嫁さんになりたい。
ニノ、俺手術受ける。え？決めたから。ニノといる未来のために、俺の生きる意味はニノだから。ニノとの365日が何回も何十回も来るように、きっと来るって信じてる。泣くなよ。いつも泣き虫なのはキラ君の方なのに。俺はもう泣かないよ。泣かないから。みんなに連絡したの。大切な人とつながれたんだね。はい。
矢部くん、キラくんから手紙が届きました。マジで？おお、二の絵、そっちはちょうど桜が咲いているんだろうな、うん、こっちはまだ寒いんだよ。寒いんだな。朝起きるのが結構きつい。いやらしいな。少しずつアメリカの生活にも慣れてきた。言葉もそんなに困らないし、周りにいる同じ病気の患者の人も親切にしてくれるから大丈夫だよ。だけどやっぱり飯だけは合わないな。空港でニノが渡してくれたおにぎり、あれすっげーうまかった。こっちにおにぎり送って。すげーうまかった大好きなキラ君へ。またまた手紙書いちゃいました。こないだ矢部君が、俺のヒーローはキラなんだ、だからあいつが主役の漫画を描くって言ってました。書いたらキラ君に送ってくれるそうです。期待して待っててくださいね。そうそう、それとビッグニュースがあるんです。なんと矢作さんと矢部君が付き合うことになったんですね。ビッグニュースでしょ。私もびっくりです。あの二人が付き合うだなんて。二の絵、前の手紙から時間経っちゃったね。たくさんの手紙ありがとう。いつも夜になるとニノが送ってくれた手紙を読み返してるんだ。するとね、すごく勇気が出てくるんだ。ニノ、来月に手術することが決まりました。ニノ、心配しないでね。俺は絶対帰るから、必ず帰るから。ニノの笑顔をもう一度見たい。ニノと一緒に手をつないで学校へ行きたい。ニノを抱きしめたい。また手紙書きます。先生、行ってきます。一緒にいると言ったあの日から365日経ちました。んだよ。押せよ。行くぞ。はい。
10月5日これが今日のキラ君です。
you